The Athletic。これまでに三強と松本零士が世に送り出したフィーバーダイヤマトとフィーバーダイヤマト2は業界とプレイヤーを圧倒し、フィーバーダイヤマトブームを巻き起こした。今回誕生した新たな伝説フィーバー銀河鉄道物語は、フィーバーダイヤマト2のゲーム性と迫力を継承しているのだ。盤面上部に配置された3機の主砲コスモカノンは前作よりさらに進化。重厚な効果音とダイナミックな動きでゲーム性を盛り上げる。さらに第4の主砲メガコスモカノン搭載、発射の迫力はまさに圧巻。そしてレイジメーターが激しくフラッシュすれば激アツ。多様な動きを見せる盤面から目が離せない。何ですって？一体どういうこと？さらに CR 新世紀エヴァンゲリオンのミッションモードをパワーアップさせた新機能タイムミッションを搭載。なんとタイムミッション中は大当たり期待度が約3倍アップ。進化したミッションがプレイヤーの遊戯意欲をかきたてる。いいわね。了解。タイムミッション発動。制限時間内に巨大彗星を破壊してください。制限時間3分です。制限時間は4種類。制限時間が長ければ長いほどチャンス。任務開始。エネルギー充填 20%。エネルギー充填 30%。 エネルギー充填 100%。 主砲発射。任務完了。この業界初の新機能タイムミッションに隠された秘密を探れ。そして CR 新世紀エヴァンゲリオンで好評だった暴走モードも継承されたのだ。ウィンドウにチャンスボタンが出現。フリーセブンより緊急入電。空間鉄道警備隊シリウス小隊出場。システムチェックスタンバイ。ビッグワン出場位置で。システムオーケー。ビッグワン発進。ビッグワンモード突入。パワーアップした人気機能がプレイヤーを未知なる伝説の世界へと導く。大丈夫ですか？気合を入れろ。行くぜ。戦闘態勢に入れ。3、2、3。お行きなさい。あなたの信じる道を。これもまた運命。素粒子砲発射。 50%、 80%。 エネルギー充填 100%。 いけ。発射形態へ。よう、火星に来たぜ。エネルギー供給クローブ接続。接続。アイ、解析開始。急いで。了解。残り100宇宙キロ。最終防御ライン突破。もう限界です。ターゲットスコープオープン。射撃ポイント判明。照準ポイント E35N14。 エネルギー充填 200%。 発射。いけ。you
を発射形態へ。残り100宇宙キロ、最終防御ライン突破、もう限界です。ターゲットストップ、オープン。粒子砲発射。かけようじゃないか。当たりが出たらお前の勝ちだ。行くぜ、それ。あっちゃ、やられたぜ。お前なかなかやるな。鉄道警備隊シリウス小隊出場。システムチェックスタンバイ。ビッグワン出場位置へ。システムオーケー。ビッグワン発進。ビッグワンモード突入。Thank you.
長すぎるんだことがある。行くぜ。戦闘態勢に入れ。どうしたんですか皆さん。照準ポイント E35、N14、 エネルギー充填 200%。